エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ。エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタは、アルゼンチンの中東部、ブエノスアイレス州の州都ラ・プラタを本拠地とするサッカークラブである。1905年、クラブでヒムナシア・イエスグリマ・ラ・プラタのフットボール愛好者がクラブと決別することを決めた。理由は、ヒムナシアがフットボール場を閉鎖して、フットボール部門を運営することに消極的であったからである。そして、1905年8月4日、彼らは新しいクラブを創設することにした。名称は、クルブ・アトレティコ・エストゥディアンテス。設立時の首脳陣が皆大学生であったことから、エストゥディアンテス、学生の名称が付けられた。1935年に、クルブ・ラ・プラタと合併し、現在のクラブ名となった。1965年に、オスバルド・スヴェルディア監督が就任すると、スヴェルディア監督は当時としては、革新的な戦術、オフサイドトラップの使用や、戦術的ファールの遂行などを用い、傑出した才能を持つ選手たちを率いて黄金期を作り上げた。1967年には、アルゼンチンの5大クラブ以外で初めてリーグ優勝。1968年には、コパリベルタドーレスの準決勝でラシンクラブを、決勝で SE パルメイラス、ブラジルを破り、アルゼンチンのクラブとしては3クラブ目となる、南米制覇を遂げた。フアン・ラモン・ベロンは、パルメイラスとの決勝3試合、ファーストレグ、セカンドレグ、プレーオフすべてで得点し、得点ランキング3位の9得点を挙げた。インターコンチネンタルカップでは、マンチェスター・ユナイテッド FC、イングランドと対戦。ボビー・チャールトンやジョージ・ビストラが名を連ねたイングランドの名門に1勝1分で勝利し、初のクラブ世界一となった。1969年のコパリベルタドーレスでは、ウニベルシダ・カトリカ、チリア、ナショナル・モンテビデオ、ウルグアイを破って2連覇を達成。しかしインターコンチネンタルカップでは、ジャンニ・リベラなどを擁する AC ミラン、イタリアに2試合合計2-4で敗れた。キーパーのアルベルト・ポレッティが、リベラの頭に肘打ちを食らわて大会から永久追放されるなど、セカンドレグは大荒れの展開の試合となった。1970年のコパリベルタドーレスでは、リーベルプレートや CA ペニャロール、ウルグアイを破って3連覇を達成。しかしインターコンチネンタルカップでは、UEFA チャンピオンズカップで AC ミランなどを破って優勝したフェーノールとオランダに2試合合計2-3で敗れた。この時期のエストゥディアンテスには JR ベロンの他にカルロス・ビラルドなども在籍していた。同年に現役引退したビラルドは1971年に古巣の監督に就任し、計4度にわたってエストゥディアンテスの指揮を取った。3期目となった1982年には、アレハンドロ・サベイラなどを擁して15年ぶりのリーグ優勝を果たし、1983年のコパリベルタドーレスでは4度目の南米タイトルに挑戦したが、準決勝リーグでグレミオフ・ブパ、ブラジルに敗れ、3クラブ中2位に終わって敗退した。ビラルドがアルゼンチン代表の指揮を取った1986、FIFA ワールドカップは、ディエゴ・マラドーナのための王と呼ばれるが、決勝の西ドイツ戦では、1982年のリーグ優勝時に、エストゥディアンテスでキャプテンを務めていたホセ・ルイス・ブラウンが先制点を挙げた。1983年以降は20年以上も無冠の時代が続いた。1994年にはクラブにとって2回目となる、プリメーラ・ビー・ナショナル、2部降格を経験したが、若き日のマルティン・パレルモらがいたチームは、翌年にプリメイラディビシオン一部に復帰し、1993年には JR ベロンの息子のフアン・セバスティアン・ベロンがデビューし、ヨーロッパの強豪クラブを渡り歩いた後に2006年にエストゥディアンテスに復帰した。ディエゴ・シメオネ監督が率いたアペルトゥーラ2006は、ボカジュニアーズを追いかける展開だったが、優勝決定戦で、ボカを破って23年ぶりのリーグ優勝を果たした。2008年のコパスダメリカーナでは、ボタフォゴ FR、ブラジルや AA アルヘンティノスジュニアーズ、アルゼンチンを破り、決勝で SC インテルナシオナル、ブラジルに敗れたものの準優勝だ。2009年には、第50回目のコパ・リベルタドーレスに出場し、グループリーグを2位通過すると、準々決勝でデフェンソールスポルティング、ウルグアイを、準決勝でナショナルモンテビデオを破って決勝に進出。決勝は、グループリーグで首位を譲った、クルゼーロ EC との対戦となった。ホームでのファーストレグは、スコアレスドローに終わり、アウェーでのセカンドレグは、先制点を許す苦しい展開だったが、ガストン・フェルナンデスとマウロ・ボセーリの得点で逆転して39年ぶ4回目の優勝を果たし、親子2代での南米制覇となった、JS ベロンが大会最優秀選手に輝いた。同年12月には、アラブ首長国連邦で開催された FIFA クラブワールドカップに出場したが、FC バルセロナ、スペインに敗れた。エステュディアンテスの愛称のラス・ピンチョロタスは、ピンチョルとラタを合わせた造語である。これは医学部の学生が研究実験のためにラットに注射をしたりするが、その様子から来ている。エストゥディアンテスは学生という名前のチームなので、学生をイメージしてできた愛称である。しかし、実際にはピンチョルを短縮して単にピンチャと呼ばれることの方が多い。1960年代後半のクラブ黄金期に、カルロス・ビラルドラが本当にピンで相手選手を指していたからだという説もある。エステュディアンテスの設立メンバーはファーストユニフォームのデザインを赤と白の縦縞にすることにした。これは設立当時アルゼンチンで強豪クラブだったアルムニ AC への憧れからであったが、あまりにもアルムニのユニフォームに似ているので、1908年に協会からデザインの変更を迫られた。そのため、エストゥディアンテスは赤地に胸に太い白色の横縞一本のデザインのユニフォームに付加した。しかし、1913年にアルムニが解散したので、エストゥディアンテスは元の赤と白の縦縞のユニフォームに戻した。そのデザインが現在まで続いている。エストゥディアンテスのライバルは同じラプラタを本拠地とするクラブでヒムナシアイエスグリマラプラタである。このクラシコはと言われている。オレカミの2005年の統計によると、このクラシコはアルゼンチンで5番目に関心を持たれているクラシコである。エストゥディアンテスのサポーターとウルグアイの CA ペニャロールのサポーターは仲が良い。きっかけはエストゥディアンテスのサポーターのリーダーの一人、エルバルバ・ゴンザレスがウルグアイ人で、彼がペニャロールのサポーターでもあったからである。彼が発端でこの2つのクラブの交流が始まり、この進行は1990年代から始まり、現在も続いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。